どうも皆さん、おはこんばんにちは。おっとじゃです。ファークライフ4続きをプレイしていきたいと思います。さて、ゴールデンパスのミッションがあるんでね。弾ゲット。お、アミータ、大丈夫か？あ、ずいぶんとテンションが低いな。簡単だと思う？ゴールデンパス初の女メンバーとしてリーダーシップを取って頑張っても、これまでのやり方を壊すつもりかって陰口を叩かれるだけ。私だってみんなと変わらないわ。キラットの戦士なのに女としか見てない。お利口さんのあなたに聞くわ。私は正しいことをしてるの？サバルにはたくさんの支持者がいるけど、あの人たちは何も見えてないの？それとも私が間違ってる？違う、迷ってる場合じゃない。 OK。 あの製茶工場を覚えてる？ポールはそこから消しをレンガ工場に運んだの。それをサバルは破壊しようとしている。私を無視して。それを確保したいのか？そうよ。今後人々のためになるということにサバルは気づいてない。私の意見は無視。あなたは正しいことをする人だと願ってる。なんだこれは。どうしろって言うんだい。まあ、どうしようもこうしようもやるしかないんだろうけどね。アミータかサバルかミッション選べ。来た。サバルは？サバル、今回ナイフで切りつけたりしないぞ。話を聞かせてくれ。サバル、アミータから工場の件を聞いた。得意の泣き落としだな。女戦士のゴールデンパスでの苦労話はもう聞かせてもらったか？俺も以前やられた。だがお前は騙されないよ。ああ、そういう感じ。ヘロインは毒なんだ。正真正銘のヌーアの手下を倒し、工場を壊せ。それだけだ。これで受けるか受けないかって。サブラはこれ以上麻薬で処理されることのないよう、老館レンガへ、レンガへってレンガ工場を破壊したがっている。このミッションを受けるとアミータのミッションは受けられない。アミータはそれを薬として使いたいって。話を聞こう。任せろ。あなたを信じてた。今さ、ヌーアのレンガ工場を破壊せずに制圧してうまく使うの。エイジェイ、でも気をつけて、警備は厳重よ。任せろって言ってからの、私は破壊が好きなのだもうどっちかにつくじゃない。自分のやりたいことをやるだけだな。なんというゲス野郎。ということでね、今回サバルのミッションを受けていくぞ。どこ？あっち？梱包爆弾を拾え。ほら、研究室の中でこの爆弾を使え。これか。ピッピピッピ言ってるけど大丈夫？俺が持ってて爆発したりしない？集合地点で反乱勢力に会え。オッケー。さあ、向こう側だな。こいつに乗って、よし。あ、どうした？なんでそんなことになった？おお、おお飛んでっちゃう。ちょっと使わせてくれよ。あ、使えなくなってる。そんなに乗れるか？おう、向きがこうちょっと厳しいんじゃないの？あ、もう使えないのかな。一度落ちたら使えないね。もうじゃあジャンプしていくわ。おっ、ウィングスーツ。絶対に距離が足りないもう途中まで行けそう。あそこに降りようかな。誰かあるかな、アイテムとか。
おあやばいやばいやばい、人質イベントなのに上通りますよ。この私と勝負しようというのかね、その豆鉄砲で。どこ行った、そこか、動くな、そう止まれ、顔を出せ。お何、なかなかやるじゃないか。オッケー、え死んでいる、まさかぶつかったこれ、そんなはずは。いや待って待って、もしかしたらまだ生きてるかもしれない。大丈夫か、ダメだこいつ、ダメだ、何も取れない。もうダメだこいつは。さああと半分ぐらいだな、周りの薬草とかをゲットしてから行こう。あとは緑色が回復シリンジになる。おい、泳いでいきたいところだけどさ、何かいたりしないよね、でっかい何か。いる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 、向こう側にいる、やばい、早く泳いでいいじゃん、噛まれる、痛い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 、さあ続いて、敵が近くにいるぞ。あ、いる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 、普通にいっぱいいるじゃないか。敵の車両だ、すげえ、トラックまで通ってる。一人ほっ、もう一人がほっ、よし、ほっ、なぜ食らない。ゲー、向こうにはサイがいるな、野生の何かが。あ、やばい、銃を撃とうと思ったら火炎瓶投げちゃった。投げナイフに設定しておこう。さああそこだな、弓矢で行く。10本あるな、さあ行くぞ、ミッション開始。ん？味方普通にいるぞ。エイジ、サバルから聞いてるぜ。ここに十分な爆薬がある。必要なものを持って丘の上のハビルダーに会ってくれ。わかった。すげえ。反乱勢力のリーダーに話しかけろ。じゃあ必要なアイテムを揃えたら上に行けってことね。外にポスターが貼ってあるな。あれ？貼ってない？あれか、どっから、こっから上がれる？よし、こんなものは剥がさなければ。でこれに乗って上って言うけど、あ、間違えた。右からぐるーっと、おーおお、自動運転、自動運転失敗してるけど、すごい乱暴な運転になってしまっていますが、こっちこっちこっち。さあ着いたぞ、待たせたな。今のは何だ、ハビルダ軍曹。今のは何だ、モハンの息子に会えて光栄だ。おう、あの煙突が見えるか、地中のケーブルを切って倒すんだ。そうすれば工場に侵入するための入り口ができる。どれ、どうやって切る。そうだな、私なら爆薬は煙突と工場内の方に運んで、地中は像を使って倒す。ああ元気だよ。ああ、そこに像さんがいるのか。あーは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 ー、オッケー、やるか。今は助けてやれない。老犬レンガ工場、レンガ城じゃないよ、レンガ工場だよ。ゾウさん使ってやっていくしかないね。上に、おう、間違えて投げなく投げちゃった。それが簡単なのはスナイパーライフル巡回してるんだよね。
でも先に警報器を破壊しておいて、向こう側にも一つある。全部マーキングするついでに警報器を破壊していこうか。回復シリンジ用の緑。結構いるな。ゾウさん普通に動いてる。ケーブルを破壊しないとな。二つ目のこれ当たるかな。こんぐらい。ほほほ。おお。警報器当てた。投げナイフ当たったぞ。あと一つはどこにあるんだ。右側かな。あれか、あそこにあるのが。そうだ、上にいるやつ。こんぐらいの高さなら当たるかな。これはさすがに当たらないだろ。ほい。あー遠すぎたな。ここ。ああ難しい。当ててみたい。ほっほっほっ。当たった当たった。当たるね。あんな遠くにいるやつに投げないふうに投げられるってのがすごい。やばい、気づかれてしまうぞ。ここ。もうもうだいぶ遠いね。そこ当たらんな、普通に言うと。ほっ、よし。最後の一つの警報器を破壊して、ケーブルも破壊して、気をつけろ、巡回してるやつに見つからないように行かないと。警報器あれだな。オッケー、バレてない。無力化、すべてが無効になった。でケーブルを、破壊したケーブル切れないのか。なかなか硬いね。打って壊すとか違うな。全員倒して制圧しちゃってもいいんじゃないかってちょっと思うけどね。あ、ゾウさんチース。よし、ゾウさんに乗るぞ。やるしかないようだな。頼むぜ。いい子だ。さあまずは車が来るだろう。ぶっ飛ばす。こんにちは。オッケー。警報が鳴ると思ってるのか。鳴りません。動くな、どこ行こうというのかね。おい、よし、一つ破壊した。もうなんだなんだ、そんな車で私に勝てると思う。おい、さあ飛んでいくがいい。お、逃げるな。あー、やばい、向こうから来た。おいし、ゾウさんに勝てると思うなよ。さあ一本一本破壊して、向こうだ。あと2本。すごい、レンガもぶっ飛ばせるんだな。ボーン。さあ RPG を担いでゾウに乗るっていうね。あと1本、あと1本であれが崩れるぞ。
お、車だ、こんにちは。さあ、これでゴー、崩れるぞ。最後のケーブルだ、煙突はもうすぐ倒れる。 OK、 3A に爆弾を仕掛けて、ゾウさん、仲良くね。車両が吹っ飛ぶがいい。さあ、登って爆弾を仕掛けるぞ。脆くなってるね、ここ。煙突を破壊しろ。あれ？あ、そうか、自分で、これか。えい、おい、ほ、全部使っちゃおう。おっ、キャッ、犬が来る、犬が来る。危なかった。さあ、爆弾のスイッチに指をかけてるぞ。ゾウさんと一緒に逃げようかな。お、さあ、爆破するか。3、2、1、はい、ズドン。おー、わお、危ない、ゾウさん危ないよ、危ないな。よし、中に入って爆破しろ。我々は外で敵を引きつけておく。はい、はい、分かった。よいしょ、ほ、登って研究所に入れ。こっち、そっち、ここからか。敵いるんじゃないか、これ。嘘。やばいな。熱い。武器をお借りして。お、爆弾を仕掛けよう。私の存在に気づいてないようだな。1、2、3、4、ほい、この中にいっぱいいる。ほっ、おーい、こ、投げろ、いっぱい投げちゃえ。よし、さあ、ここにも爆弾を仕掛けて、あと一番向こう側に一つか。いや、バレてる。これで全部仕掛けたぞ。研究所を出ろ、言われなくたって。3、2、1、ゴー。おー、ミッション完了。自分の家族というものを持てなかったから、ピラットの家族を引き裂いているのかもしれない。レンガ工事は灰になったぜ。こいつはいい知らせだ。俺たちは毒にまみれてきたが、これでキラの教えから外れないで済む。大地と共に純朴に暮らしていた昔の日々を取り戻すことができるのだ。ありがとう、模範の息子よ。どういたしまして。さあ、果たしてこれがいいのか悪いのか、もうあとはなってみないとわからないね。この国のためなのか。さあ、じゃあ次のゾウに乗ってますけど、さりげなく次のミッションを受けに行こうかな。はい、スキップ。さて、マップを見て、お、すぐそこだな。話を聞かせる。まずいぞ。
すげえ声だな。お、こんにちは、どうも。さあ、もう少しで目的地だ。いた、誰だ、私を攻撃しているのは。前から来るぞ。さあ、この私と勝負しようではないか。ゾウ最強じゃねえ。ゾウさえいれば勝てるんじゃないか、こう反乱軍が。全員ゾウに乗ってこう突撃するみたいな。なかなかいい動きをする。3、2、1、5。はい、オッケー。グレネードの投げる感覚に関してはね、コールオブデューティーとかいろんな FPS でこう。あ、おお、なんだ。ああ、狼がいた。さあ、目的地に着いたぞ。この上についてるのは剥がせないか。火炎瓶で破壊するんだな。この中かな。ここか。いや、違うな。ここかな。あるぞ。ヤクの売人だ。今のお前は誰かに似てきた。そうだ、パガン。キラットの将来を考えてるからパガンと同じなの。あんたみたいな古い考えから脱しようとしてるだけよ。大事なのは歴史と文化と伝統だ。伝統？何それ。少女を嫁がせるっていうこと？それがパドラの将来だっていうの？あら、殴れば？ほら、あんたの本性を見せてあげなさいよ。お前の部下じゃない。次はヌーアだ。そこは意義なしよ。ヌーアも犠牲者だ。家族を人質に取られ、パガンに命令されてた。だがそのためにどれだけの人間が殺された。理由は関係ないわ。犯した罪の償いはすべき。ヌーアのことは俺が決める。俺が決める。ゾウがカットインしてきた。パーッつって、そうだーみたいな。さあ行くぞ、一緒にな。お前は俺の相棒だ。さあ行くぜ。目的地はどこだ。車内に向かえ。いや、これ相棒って言った瞬間にファストトラベル。相棒、相棒でも一緒に乗ってたらこう一緒にファストトラベルできないのかな。さあ着いた。ダメだね、さすがにこの家の中までこうゾウさん連れてくることはできないか。 MP5 と F1 をファムマス、いろいろと解除されてる。ちょっと見てみようか、武器を。お金もあることだし、アーマーだけ買って、そうだな。あ、これ D2 っての良さげじゃないか。ショットガンにして、かっこいい。あとは武器はそうね、 MP5 どこら辺がいいかな。あー、高くはないのか。ファマスにしようかな。かっこいい。あとでも5個解放すればタダでくれるってか。 MP5 は3個、5個長いわけだな。 MP5 でもかっこいいんだよな。 MP5 でいく。ドイツ製、フランス製、バースト式、ブルワップ型アサルトライフル。 MP5 かな。手に入れたぞ。で、お、サプレッサー作れる。作れるって、つけれる。どっちがいいだろう。リフレックスサイト、レッドドットサイト、レッドドットサイトかな。断層を拡張マガジンに切り替えて、で、ペイントでちょっとかっこよくしちゃおうかな。
あーでもどれがいいだろう。グリーンがなちょっと面白いよね。グリーンにしようかな。さあオッケー。あとはシグネスチャー系は特にないしな。弾買って終わりかな。あーでも爆弾、うん、ほう、粘着手榴弾にできる。運を言わさず粘着風景にした。地雷、地面がどんな、ああどれにしようかな。よし、弾も買ったことだしでちょっと撃って、最後シャナスアリーナに入れ。オッケー、ヘナチョコ言うな。はい、お久しぶり。盛り上がってるな、どうした。入り口塞がってる。裏口どこだ、こっち。おお、そっちから入らない。だったらプラン B だ。プラン B、 あれか。上から入るしかないな。あっち、あっち、あっち。え、上から入るしかないなっつって言って山の上側に行くしかないかな。ヘリコプターでもあれば楽なんだけど、あそこか。おい、グラップル。よし、上がったぞ。向こうにはグラップル。さーて、うまいこと。怖いなこれ。さあもうちょい、ちょ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 、なぜだ。あ、連続でいけるな。ほい、お、さあここからいけば。この100年間、これほどまでに強力な軍隊はいなかった。はあ、みんなの叫び声が聞こえる。お返しに、私の護衛を捧げよう。はい、ということでね、時間がちょうどいいんでね、皆さんこの続きすごい気になると思うんですけどね、私も気になるんですが、ここで一回終了します。次回お楽しみに。ほんじゃ、またな。